ホリエモンチャンネル。こんにちは。暑い夏いかがお過ごしでしょうか。はい、堀江貴美です。どうも、暑い夏いかがお過ごしでしょうか。夏らしいところはまだ行っておりません。寺田由紀です。おう、それでは今日の質問です。農作物の輸出ビジネスについて。はい、最初から行きましょう。農作物の輸出ビジネスについて質問です。言えた。私は地方の農作物を東京に持ってきて物産展などを開催する仕事を行っております。最近地方とのコネクションを生かして海外展開を考えています。シンガポールのホテルなどで質の高い日本の農作物を業務用料理の材料として欲してるという話を聞きました。シンガポールにすでにそういう食材ブローカーはいるようなのですが、偽物を売りつける業者も多いらしく、ホテル側にニーズはありそうなので、そこで勝負できるかと考えております。私が扱っているのは貝柱などの海産物や和牛、野菜なのですが、シンガポールのホテルと直接の面識はありません。そこでコネクションの作り方についてアドバイスが欲しいのです。取引を開始するには飛び込み営業などになるのでしょうか。一応紹介者はいるのですが、彼には他の仕事もあり、適当に適当にいなされている、感じで、どこまで本気か微妙ですという質問です。はい、はい、ということで本日のゲストはですね、コミュニケーション型オーナー制度プラットフォームオーナーズの運営責任者谷川圭さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか魅力的な近日登場のプランとかないんですか。来週には、長野県から、松茸のプランが出る予定で、秋だもんね。はい、秋の味覚を今から準備して、ぜひ。松茸は何のオーナーなんですか。松茸はまあ、ある業者さんというか、地元のもうその松茸をこう集めてきてもらって、それで買って、一般の消費者の方とか飲食店にこう売っているって方がいらっしゃるんですが、その方が生産者の方とすごくこうつながっていらっしゃるので、ある意味その松茸がこう旬の時期にしっかり提案されるとか届けてもらえるその権利みたいなもの、そういうこう松茸の体験みたいなものに登録していただくこと、それはある意味オーナーズのプランではオーナープランという形でやりましょうという話を今しています。はい、ぜひ要チェックで皆さんね、はい、松茸が出てくるということですね。はい、では質問いきましょう。はい、質問の答えです。私は答えました。普通にメールとか SNS で売り込んでみるのがいいと思いますよ。コネクションはそこまで重要ではないと思います、日本みたいに。と前ここでゲストに来ていただいた和牛を売ってる浜田さんとかは、ノリですね。ノリ、はい、いろんなとこにノリで営業をかけて、そう、ノリで営業をかけて、なんかすぐ友達になって、いや入れますよみたいな。それ強いかもしれないですね。やっぱすぐ友達になれるって結構重要じゃないですか、多分。その人の人柄だったりとか、そういうのも ねかなり大事な、親しみやすさだったり、そうなんですよ。そうです。だからそこもう行ってみるのがいいよね。行こう、シンガポール行って乗り込んじゃって友達になっちゃう。なコネクションがありませんってよく言うんだけどさ、ね、普通に SNS で私こういう感じなんですけど、役者会とかでもよくいるんですよ。ああ、いそうだよね。だからもったいないなと思うからやってみましょう。行ってみましょう、シンガポール行ってみましょうですね。はい、ではカメラに向かって告知をお願いします。はい、オーナー制度プラットフォームオーナーズです。全国の農家さん、漁師さんがですね、直接、自分たちの魅力的な商品を、提案してくれています。ぜひオーナー登録して旬の時期に美味しいものを楽しんでください。よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんオーナーズ調べてみてください。はい、そして私寺田由紀、8月20日に東京でワンマンライブやります。もう頑張りますので、大阪はきっと大盛況だったんだと思います。はい、ぜひ東京も皆さん遊びに来てください。そして堀江さんの方も絶賛発売中でございますので、はい、皆さんよければどうぞ。では本日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私は今日も笑ってます。
メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？